作られたもの、神様の完全な設計。草花木々も鳥たちも太陽も輝け輝け輝こう輝こう輝く輝くために作られた。一人一人、一人一人は神様の完全な設計。頭も足も手も顔も愛されて輝け輝け輝こう輝こう輝く輝くために作られた。私も手も顔も愛されて輝け輝け輝こう輝こう輝く輝くために作られた。輝け輝け輝こう輝こう輝く輝くために作られた。今度クロスします。喜びパッチントン、みんなにみんなに、今度2回ずつ伝えよう。トントンパン、もう一回いきましょう。イエス様に愛されてる、クロスします。喜びパッチントンします。みんなにみんなに、今度2回ずつ。ですけれども、続いては大阪市がトーンチャイムの演奏をしてくださいます。曲目はアメイジンググレイスとジーザスラブズミー、この2曲をどうぞお聴きください。よろしくお願いします。
いや素晴らしいトーンチャイムでしたね、その音色に心洗われるようなそんな気持ちになりましたけれども、もう一度トーンチャイムをしてくださった大阪シオン教会のお友達に大きな拍手を送りましょう。ありがとうございます。これからですね3つ連続で、このステージで、演目というんでしょうかね、お見せしたいなというふうに思っています。で、3つ連続でちょっと行きますので、今のうちに紹介します。覚えられたらその方は相当記憶力がいい方じゃないかなと思いますけれども、一つ目はですね、カリスチャペルのお友達による、タンバリンダンスの皆さんになります。曲目はリフトヒムアップ、そういう曲をタンバリンとですねダンスで、これから演じてくださいます。その後は、タンバリンダンスの後は関西中のお友達たちが、集まったですね、キッズクワイアというものをします。もうたくさんのお友達がここにずらーっと並んで、みんなで一緒に歌を歌います。賛美をします。たくさんのお友達が今年のテーマソングを歌ってくださいますので、皆さんよく聞いてぜひ覚えて帰っていただきたいなと思います。曲は大切な君に、そして両手上げて賛美の2曲になります。最後に3つ目、キッズダンスの皆さんに踊っていただきます。曲はですねファミリアという、家族という曲を使ったもので、ファミリア、このキッズサポートミッション、まさに家族をですね、大事にしたいというところから始まっていますから、まさにテーマソングにふさわしいなと思います。それを踊っていただきます。それではタンバリンダンス、キッズクワイア、キッズダンスと続けてどうぞ。大きな拍手をお迎えください。Blessed be your holy name.
exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Oh, let's lift him up tonight. Come on. Lift him up, his name be lifted higher.
エス様を愛する者が一つになって、両手上げて歌え、ハレルヤハレルヤ、主イエスに心から賛美を、ハレルヤ主イエスに両手上げて捧げます、ハレルヤ主イエスに心から賛美を、ハレルヤ主イエスに両手上げて捧げます。いくよ、ヘイ、いくよ、ヘイ、大きな拍手をよく頑張ったね。はい、はいはい、皆さんこんにちは、ダンサーのショーゴです。こんにちは、また今年もお邪魔させていただきます。ありがとうございます。で今年もキッズダンサー出てきて、元気なパフォーマンスを見せてくれるんですけれども、今年もぜひ皆さんちょっとしましょうよ、ぜひともということでですね、ちょっと血行の促進のためにも皆様立ち上がっていただいて、これは強制ではございません、強制ではございません、ね、ぜひ協力してくださる方立ってください。いいですよ、今日は、はい、キッズ&ファミリーね、フェスティバルということで、この家族にちなんだちょっと踊りを皆さんに紹介したいんですけれども、ちょっと、はい、ちょっと血行促進しましょう。はい、ジャンプでーす。ジャーンプ。で、はい、ストップです。皆さんのね、16ビートって言ってね、トン、言ったら、刻みが、トン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 と、2小節16拍。トン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 、これをかかとで刻む、かかとで刻む、かかとで刻んでサイドステップ5 6 7 8 はい、1 2 3 4 いいね、5 6 7 8 2 2 3 4、 あ、めちゃくちゃいいですね。はい、子供たちが踊ってる間ぜひ同じ音楽に乗って刻みながら、もうクラップするもよし、スナップするもよし、何するもよし、このノリがあればもう何でも OK。 もう一回やってみましょう。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、あ、いいですね、うん、ノリノリ、2 3 4 5 6 7、 OK です。これはもうね、これを押さえていただいたら曲中どこのところでもこのノリを使って乗ってください。で、もう一個だけ、ファミリーという動きが、ヒップホップにはあります。なぜファミリーというかは由来はわからないんですけども、ちょっとこれ皆さんに紹介したいんですね。ちょっと真似してくださいね。一歩出して、一歩出して寄せる、一歩寄せる、で反対ね、せーの、一歩寄せる、一歩寄せる、そう、進行方向に体向けますよね。向けて寄せて出して、で次真ん中、真ん中、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3、 いい感じ、5 6 7、 そしてポイントはこの手です。ちょっと真似して、こうで上にペロペロペロ、はい、これちょっと僕両手やと思ってくださいね。これで1 2 3 4 5 6 7、 アクセントは手を上にペッペッと上げるね、あまり表現が良くないですけど、このシュッシュッという感じですね、シュッシュッという感じで手を上げます。アクセントは1 2 3 4、 こっち5 6、 足つけて1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6、 刻んで、はい、サイドステップ1 3 4 5 6 7、 いい感じ、ノリノリ、2 2 3 4 5 6、 ファミリー、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6、 ナイス、いい感じ。今の動きがファミリーっていうんですけど、
今日の子供たちの振りのサビの部分でこの動きが出てくるので、皆様これが出てきたらぜひ一緒にやってください。あの立ちでもいいですし、座りながらでもいいですし、まあ、立っていただいてるとずっとこのノリができるので楽しいです。さあよろしいでしょうか。じゃあ準備整いましたので、今からダンサーのみんなを呼び込みたいと思います。皆様大きな拍手でお迎えください。紹介しましょう、キッズダンサー。ちなみに踊る曲は人気のクリスチャンバンドナイトデライトのファミリアという曲で踊らせていただきます。家族のことを歌った曲ですので、皆様も体揺らしながら、歌詞に耳を傾けながら、子供たちの踊る踊りを見て感じながら一緒に楽しめたらと思います。 OK、 では参りましょう。音楽お願いします。ありがとう、愛すべきものを守るために日々戦ってくれたこと、今まで多くの涙と祈りを持って愛を貫いてくれて、知っているよ心の中にあなたの愛が息づいてる。手のひらを向けて光受け取れば、命の鼓動が流れている。まだまだ言葉は足りないけど、素晴らしいあなたはファミリア。だけ願っているよ、大切な君の心に僕らの愛が息づいてる。望んだようにはならずに苛立ち、心が通わない時もあるけど、戸惑い悲しみ、全てのものを抱きしめてくれたファミリア。
この後はお待たせいたしました、大きな大きな舞台が設置されていますけれども、いよいよミュージカルをですねお届けしたいなというふうに思っています。マックス・ルケイの作の大切な君という絵本をご存知でしょうか、ね、持ってる方いらっしゃるでしょうか。そこから作られたミュージカル大切な君です。そしてこのミュージカルに続けて、聖書からですねイエス様の愛について、語っていただきたいなと思います。国分福音教会伝道師のなんと超イケメンですけれども、6人のパパをしているですねお父さんが今回皆さんに、お届けしたいイエス様の愛を語ってくれますので、こちらも期待してください。それではミュージカル上映です。大きな拍手を持ってお迎えください。私はエリ彫刻家だ。いろいろな木の小人を作ったよ。小さくて気の強いの、大きくて優しいの、おしゃれなドレスを着たの。どの小人も最高傑作。ほらこの小人も可愛いだろう。親切で気のいい小人になるように柔らかい柳の木を使って作ったパンチネロっていうんだ。ちょっとおっちょこちょいだけど勇気ある小人だよ。毎日私の仕事場から小人たちの村を眺めているんだ。今日はみんなに小人たちの楽しい暮らしを見せてあげよう。どんな風に暮らしているかな。準備しているよ。
1ヶ月後の村祭りで表彰式を行う予定じゃ。一番お星様シールが多かった立派な小人に一番キラキラ賞。ひょー、ちょっとちょっと聞きました、一番キラキラ賞。できた小人だな。僕なんか柳の木でできてるもんな。そうそう、この村を守ってくれる兵隊さんたちも立派です。この村を守るといえば忘れちゃいけない人がいますよ。それは村長。わしは村長。この村の一人一人が幸せに暮らせるように毎日毎日全力を尽くしておるのじゃ。村長さんに一番たくさんの星印を。力もないし役立たず。ウッディウッディでっかいね。おやつびのスプリント、こんなところにいたのか。気づかなかったよ、小さすぎるもの。バカでかいウッディに踏まれるんじゃないよ。村長さん、僕を助けてくれませんか。なんだね、パンチネロか。僕みんなにダメ印ばっかりつけられてとっても悲しいんです。それはお前さんの問題じゃよ、パンチネロ。何か素晴らしいことや立派なことをすればお星様シールがもらえるのじゃよ。まあこの小人、柳の木でできてるざんす。ひょろひょろしてなんて見にくい。ひょろひょろ弱い柔らかい。ひょろひょろ弱い柔らかい。役に立たない柳の木。役に立たない柳の木。お前は安物。お前は安物。お前は安物。やめてよ、僕のせいじゃないよ。柳の木。ひょろひょろ柳には
賞はお前さんで決定じゃな、パンチネロ。せめて素晴らしい受賞演説でも考えておくんじゃな。おやおや、みんななんだかおかしくなってきたね。パンチネロは大丈夫かな。ダメダメダメ印だってさ、なんであんなもの作ったんだろう。見て見て、私の新しい髪型。わー素敵、かわいい、最高。そんなら何よ、それより私のワンピース。どう、おしゃれ。本当似合ってる。ふん、バッカみたい。なんですって。あんな小さい子まで夢中なんだ。いいな、僕も欲しいな、お星様シール。星シールが欲しいんだってさ。パンチネロが。じゃあなんかすごいことしてみろよ。これ取ってみな。こうやってやるんだ。やったー、すごいね、パンチネロ。ちゃんと取れた。星シールを貼ってあげよう。本当？貼ってあげない。こっちは両方ね。僕も欲しいよ。こっちだよ。すごい。おい、一緒に行く子ようぜ。よーし、二の段、せーの。ミニガシミザガシシール18。イエーイ、星シール。シールすごいね、僕も一緒に。いいよ。よーし、3の段、せーの。3が26だっけ。サザンが、そうだ、10だ、10だよね、みんな。え、なんで、みんな。ちょっと待ってよ、もっと遊ぼうよ。この私の素晴らしい発明はいかがですかな、村長。うむ、なかなかのものじゃ。みんな夢中じゃ。ウィーリーウィズイットは天才じゃな。いやいやいや、きっとあなた様がお星様シールを一番たくさんゲットします。間違いない。うわ、はん。さあ、新しいシールです。私のお店でたくさん作らせました。これは約束の金じゃ。もっとたくさん作るように。ウッディ、スプリント、何やってるんだい？オイラ高い塔を作るんだ。へえ、何のために？お星様シールが欲しいんだ。これで？僕たち、ダメ印だらけなんだ。僕の方がひどいよ。あ、本当だね。そうだ、パンチネロ、背が高いよね。手伝ってよ。え、僕が？いいよ。僕たちだって星のさ、素敵な星印。すごいねって言って、星のさ、星星星印。みんなで力を合わせればうまくゆくきっと。
んだよ、手伝ってあげたんじゃないか。君こそダメ印だ。喧嘩はやめようよ。うるさい。君なんか僕より大きいくせに、大きいばかりで何にもできない。君こそダメ印だ。ウッディ大丈夫？パンチネロ、ウッディが優しいからってバカにしたな。ああ、ウッディ、ごめんよ。そんなつもりじゃなかったんだよ。いいんだよ、パンチネロ。僕は大きいばかりで、役に立たない。本当だよ。行こう、ウッディ。行っちゃった。大切な友達だったのに。役立たずは僕、自分で自分にダメ印。僕は本当にダメ小人。僕なんか、僕なんか。そんなことないわ。あなたのことを大切だと言ってくださる方がいるのよ。そんな人いるわけないよ。誰も彼も僕にダメ印をつけるんだ。あれ、シールは？どうして一枚もシールがないの？君は誰？私はルシア。私にはシールはつかないの。シールがつかない？そんなバカな。本当よ。いいな。どうしたらルシア、君みたいになれるの？エリに会いに行くのよ。エリ？彫刻家よ。私たちを作った方。丘の上の大きな家に住んでる。私は毎日会いに行くの。あなたも会いに行ったらいいわ、エリに。Thank you.
作ったからよ。ありがとうざます。お星さまシールを貼ってちょうだいざます。そんなもの持ってないわ。だって必要ないもの。まあなんだね、なんだね、わしのシールに文句があるのかね。エリが私たちを救ったのよ。一人一人みんな違うわ。みんな違っていて素敵なのよ。だから比べなくたっていいの。シールなんて必要ないの。エリってあの大きい人間だよね。怖いよね。エリは怖くなんかないわ。あなたのように優しい人よ。僕が優しい。あなたはエリに優しい心をもらったのよ。僕は悪い小人なんだ。エリは許してくださるわ。たとえどんな小人が許せなくても。うわっ、こんなやつの話なんか聞くんじゃない。さあさっさとエリのとこへ行ってしまえ。さあ皆の衆、祭りの準備。じゃあ誰が働くかな。誰が一番お星さま。エリではないこのわしに聞け。わしが村長、みんなのリーダーじゃ。役に立つ小人にはわしから特別たくさんのお星さまシールをプレゼントしよう。さあさっさと行け。エリは僕を許してくださる。本当かな。ダメダメダメ印だってさ、あんなのひどいよ。よし、ヘリに会いに行こう。いよいよパンチネロは私に会いに来てくれたようだね。こんにちは。誰かいますか。やっぱり帰ろう。パンチネロ、パンチネロじゃないか。大男、こっちに来て顔を見せておくれ。パンチネロ、お前は私を忘れてしまったんだね。だから怖いんだね。よし、お前さんと同じ大きさになってあげよう。パンチネロ。うわ、食べないで、僕美味しくないよ。パンチネロ。エリ、
どうして僕の名前を？もちろん知っているさ。私がお前を作ったんだ。お前は私の大切な子供だよ。僕、何をやっても失敗ばっかりで、すごいことなんかできやしない。こんなにダメ印をつけられちゃった。こんな僕がどうして大切なの？それはね、お前が私のものだからさ。エリ、ずっとお前を待っていたんだよ。え、こんな僕のこと？そうだよ。お前は世界でたった一人の大切な子。それを伝えたくてね。本当？でも僕、友達にひどいこと言って傷つけちゃった。私に失敗はないんだよ。どういうこと？お前は失敗作じゃないってことさ。この私が作った最高傑作なんだよ。なんだか信じられないな。信じてごらん、私を。はい。さあ、今日はもう帰りなさい。忘れちゃいけないよ。お前は大切なんだってことを。ありがとう、エリ。世界でたった一人の僕、大好きなエリが作ってくれた特別な存在だと教えてくれた。僕は特別、愛されてる。そして君も。式じゃ、まずはダメダメ一番ダメでしょう。パンチネロ君、あなたはこの村で一番ダメ印を貼られ、ダメ印だらけの最もダメな小人です。よってこれを表彰します。これは何
かの間違いですわ。何かズルをしたに違いない。そんな奴には特別たくさんのダメ印じゃ。すごいね、パンチネロ。お星様シールを貼ってあげよう。あれ？なんと、シールがつかない。皆さん、聞いてください。僕は自分で自分をダメだと思っていました。でも自分で自分をいいとかダメだとか考えるのはやめました。だってエリが僕を作ってくれたから。エリが僕たちを僕たちを僕たちを作ってくれた。ウッディ、この間は君に、エリに作られた大切な君にあんなことを言ってしまってごめんなさい。僕はダメ印のことが気になりすぎて大切なものが見えなくなってしまっていたんだ。ねえみんな、もうお星様とかダメ印とかどうでもいいよ。誰かと比べたりしなくていい。みんなエリに作られて一人一人が特別なんだ。パンチネロ、僕もそう思いたい。僕もエリに会いたい。おいらもみんなエリのところに会いに行ってみようよ。皆さんちょっと待ちたまえ。私のすっぱらしい発明はもう必要ないと。え、このシール、ウィリー・ウィズ・イットが作ったの？あのウィリーのことだ。きっと金儲けのためだぜ。村長さん、このシールはウィリーが作ったんですね。お金をたくさん払ったんでしょう。まあそう騒ぐでない。やっぱりウィリーの金のためだったんだ。こんなシールに振り回されてバカみたい。シールが取れないよ。もうこんなことやめよう。星印もダメ印もどうでもいいよ。そうよ、みんな一緒にエリのところに行きましょう。ちょっと待つざんす。皆さんよく考えるざんす。確かにエリは立派な彫刻家ですわ。素晴らしい作品をたくさん作りましたとも。でも失敗作もありますわ。そこのひょろひょろ柳のようにね、すべての小人が特別、ありえないですわ。ストーバルさん、そんなに僕と一緒が嫌なら僕は後で行きますから。みんなと一緒に先にエリに会いに行くといいですよ。結構ざんす。私には必要ないなす。私はベス・ストーバル。私こそ最高。私こそ特別。私こそ値打ちのある小人。私こそ世界で一番美しい小人。こんな井戸に入れないよ。何かロープはないか。こんな変態やロープじゃ役に立たん。ウッディ無理だ、パンチネロ。俺たちは木の小人だから。ストーバルさん、早く捕まって。結構ざんす。柳は見たくもないざんす。早く家を掘れ。誰か助けて。そうそう、手を掴んで離さないで。ちょっと、ひっかいたな、この野郎。引き離すさんす。早く。ウッディ、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 ウッディ。大丈夫ですか、ベス・ストーバル夫人。私が柳の木に助けられるなんて。
ありがとうざんす。すごいね。どうしてあんなことができたの？パンチネロは柔らかい柳の木でできているからよ。作り主がそのようにパンチネロを作ったのよ。作り主が？そう、ヘリが素晴らしいんだよ。この祭りの中で作り主エリに感謝を捧げようではないか。さあ、レス・ストーバル夫人もご一緒に。そう、柳の木で小人を作られたエリに感謝しなければならないざんす。もう自分を見なくていい、人と比べなくていい、ただあなたが救ってくれた大切な一人一人を喜びます。こんにちは、富浦と言います。僕は教会で働いてるんですけど、小学校でもちょっと教えてるんですね。4年生5年生の理科を教えに行ってるんです。最近ね、子供たちによく言われるんです。似てるって。最近話題になってる人、廊下で会うたびにね、あ、似てるって言われるんです。ちょっと僕の顔をじっと見てくれます？時の人です。誰に似てるか。そう、五郎丸。あっちのがめっちゃかっこいいけど、まあ、髪型とちょっとひげぐらいかな。そうでね、5年生の理科で人の誕生っていうところを勉強するんです。で、どうやって人が生まれてくるかって勉強したんですね。その前にメダカの勉強もするんです。メダカは卵から生まれるよねって、次人はこうやって生まれますってやんねんね。どっちも卵から。そう、人間もね、進化したんよっていうようなことを教えるんです。その人の誕生っていう勉強の最後に子供たちに感想を書いたら、ある子がこんなこと書いてたんです。僕はどこから生まれてきたのか知りたいですって書いてたの。
5年生ですよ。で、僕それ読んで30人いるクラスの友達、子供に聞いたんです。で、自分がどこから生まれてきたか、そんなこと考えたことあるって5年生の子に聞いたんです。30人中ね、ほとんど手挙げました。で、ついでに聞いてみたんです。じゃあ死んだらどこ行くって、そんなこと考えたことあるって、ほとんどの子が手挙げたんです。あ、今の子ってこんなこと考えんねや。みんなには聞きませんけど、考えたことあるんちゃうかな。聖書はね、そのことをちゃんと教えてくれてるんです。どこから生まれてどこに行くのか、子供たちよく聞いてください。もう今日の最後ね、ちょっとよく聞いてください。大人の人もみんなよく聞いてください。昔僕が担任持ってた頃ですね、家でいろいろ会う子だったんです。交換日記してたんです。その子が日記の中で、僕は誰からも愛されてないって書きました。僕その時に、神様に愛されてるやんって正面から言いたかったけど言えなかったんです。学校ですからね、そういう立場にあるから言えなかったけど、その子もっきり抱きしめてね、愛されてるんやって、神様に愛されてるんだって、僕ね、その子抱きしめてね、心の中で叫んだことあったんです。僕たちはどこ、なんで生まれてきたのか、神様に愛されるために生まれてきた、はっきりそう言うことができます。死んだらどこ行くんかって、2、3年、もうちょっと前かな、5、6年前かな、僕の息子がですね、娘がですね、幼稚園の頃、その友達を家に預かってました。なんでかというと、その子のおじいちゃんが亡くなってですね、お葬式のいろいろ準備とかで預かってあげてたんですね。夕刻お母さんが迎えに来ました。その子真っ先に玄関先のお母さんのとこ行って、こう言ったんです。おじいちゃんどこ行ったのって聞きました。そのお母さんちょっとこう戸惑いながらですね、その子にこう言ったんです。おじいちゃんはね、お星様になったんよって。その子ちょっと納得したようでした。でも皆さん、きっとその子また大きくなったら、きっとまた思うんです。死んだらどこ行くんやろうって。僕たち人間は生まれてきた意味があって、ちゃんと行く場所があるんだって。僕もね、授業教えながらね、そんなこと言いたいんですが、言えないし、言ったらフェアじゃないし、授業では言わないですと。言ったとしても、そんなんほんまって信じてくれないと思うんです、子供たちは。じゃあ他に答えがあるかって、でも他に答えがないから、親もはっきり教えてくれないから、みんな分からずに大人になっていくんじゃないかな。子供たちも、ここにいる大人の方も、皆さん聞いてください。僕たちが生まれてきた理由をはっきり僕たちに示すために、2000年前にイエス・キリストという方が生まれたんです。クリスマスの日に、本当に人としてこの地上で生まれたんです。そしてそれは私たちが何で生まれてきたのか、ちゃんとそのことが分かるために、天から下ってこの地上に生まれてくださった。
33歳の時にそのイエス・キリストは十字架にかかったんです。十字架にかかって死にました。それは僕たちが死んだらどこに行くのか、僕たち人間が死んだらどこに行くのか、そのことをはっきり教えるために十字架にかかってくださったんです。もっと言うならば、僕たちが天国という場所に行くことができるように十字架にかかってくださった。僕たちは生まれてきた意味があるんです。だから考えるんですね。だから考えるの、なんで生まれてきたか。あのメダカの卵みたいに偶然に卵と卵がくっついて、オスとメスがたまたまくっついて、たまたま生まれてきたような僕らやったらそんなこと考えないでしょ。なんで生まれてきたんか、死んだらどこに行くんか、5年生のほとんど考えるんですよ。10歳の子たちがなんで考えるんか。そう、ちゃんと生まれてきた目的があるからです。選ばれて生まれてきたから。そんな動物と全然違うの。だから考えるんですよ。そのことをね、本当に伝えたいと思って今ここで話しています。イエス・キリストは私たちの罪を許して、僕たちが背負う罪を身代わりとなって全部十字架に持っていってくださって、身代わりとなって死んでくださったんです。じゃあ僕たちはもう作ってくださった方のところに帰ることができるようになったんです。何もしなくても。もう2000年前にそのことは終わったんです。それ以降に生きている僕たちは何もしなくても、そのことを信じるだけで、あの作ってくださった、今やってましたね、エリという方、作ってくださった神様元に帰ることができるんです。子供たちの皆さん、このことを信じますか？本当のことです。本当のことです。大人の皆さん、知らんぷりしないでください。考えますよね。考えますよね。おじいちゃん死んだらどこ行くのって、その答え持ってますか？その答えはっきり子供たちに教えることできますか？王子様になったんだよって、そんなことでごまかしていいんですか？子供たち本当に考えてるんです。本当に何のために生きてきたのか、幸せな家庭で何にも困らない、そんな家庭の子だってちゃんと考えてるって僕本当によく分かった。で、自分は本当にどこ行くんやろうなって、これはキリスト教の話じゃないです。教会来てない人、教会来てくださいって、そんな勧誘の話じゃないんです。そんな次元の話じゃないんです。本当に僕たちの、人間として生まれてきた僕たちの本当に大切な問題なんですね。その答えがあるのはこの聖書しかないです。この聖書しかないんです。行き先は一つしかない。そのことを知ってください。知ってください。お祈りします。今日、まあこういうね、
教会のことに初めて来たお友達も出ると思います。今ねその前にちょっと座ってね目を閉じてください。この中にはそのお父さんお母さんも来てくれています。普段ね教会にあまりそういう馴染みのない方も本当に来てくださっているんですね。お祈りすることも初めての人もいると思いますが、その前に目をつむってくださるだけで結構です。お祈りします。天の父なる神様、今日ここに来れたことを感謝します。偶然じゃなくて確かな計画で生まれてきました。今ここにいるのも本当に偶然じゃなくて神様の私を作ってくださったその創造主のその導きの中に命があって生かされていることを信じます。イエス・キリストは私を愛するために十字架にかかって全ての罪を背負って死んでくださり、よみがえって今も生きてくださる本当の救い主です。そのことを心の中に受け入れることができるように、そしてここにいる子供たちみんながちゃんと答えを握ってこの先生きていくことができるように、お父さんお母さん、お母さんたちもみんなちゃんと答えを握って生きていくことができるように、大変な毎日ですけど神様どうぞ皆さんを祝福して助けてください。みんな生き生きと生きていけるように、シールなんか気にせずに、シールなんか気にせずに、あなたが作ってくださったそのままの姿でのびのびと楽しんで生きていけるように助けてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。アーメン。